那須塩原市の児童生徒の皆さん、こんにちは。市長の渡辺道太郎です。今日は皆さんとプラスチックごみについてお話をしたいと思います。皆さんの身の回りにはプラスチックでできたプラスチック製品たくさんありますよね。このプラスチック製品、非常に便利ですが、身近な分プラスチックでできたゴミ、プラゴミもたくさん出ています。皆さん、これは何だか分かりますか？これは皆さんがいつも学校で飲んでいる牛乳に使われるストローです。1万本あります。この1万本のストロー、なんと那須塩原市の学校1日分です。3日分だとこんな量になります。3万本あります。1年間ではどのぐらい出るか分かりますか？なんと1年間では那須塩原市の学校だけで出る牛乳のストローが 500kg にもなるんです。いつもみんなが飲んでいる牛乳は、那須塩原市にあるグリコマニファクチャリングジャパン株式会社那須工場で作られています。私は市長に就任して以来、この毎日ゴミとなるストローをどうにかできないか考えておりました。そうしたところ、なんと今回4月からになりますが、この学校牛乳製造工場でストローがなくても飲みやすい工夫をされた牛乳パックに変更してくれることになりました。那須塩原市は皆さんが知っている通り、本州以南で生乳の生産量が日本1位であります。栃木県では森、里、川、海、プラゴミゼロ宣言をしています。プラスチックゴミをゼロにしようという宣言であります。そして那須塩原市では独自に2050年までに CO2 排出量を実質ゼロにするという宣言をしています。ストローがなくなるとちょっと飲みにくいかなと不安に思う方もいるかもしれませんが、那須工場さんはストローがなくても飲みやすい牛乳パックを今回導入してくれることになりました。プラスチックごみは今現在も地球に深刻な汚染をもたらしています。毎日大量にプラスチックごみが廃棄をされ、焼却するとたくさんのガスが出ます。またマイクロプラスチックというプラスチックが小さくなったごみが世界中の海で漂っています。今すぐこのプラスチックごみは削減をしていかなければなりません。地球のため、未来のため、今できることをみんなで取り組む必要があります。題して、学校牛乳から始めよう、僕たち私たちのプラゴミゼロ作戦であります。毎日の生活の中でプラスチックゴミを出さない方法を考えて実践していきましょう。このストロー使用廃止の取り組み、全国的にもまだ少なく、栃木県内では初めての取り組みとなります。ストローゴミをなくすというまだ小さな一歩かもしれませんが、皆さんと一緒にプラスチックゴミを減らしていく運動、これから始めていきたいと思っています。どうかよろしくお願いします。